どうも、ハルダンです。今回の動画はヤリスクロス用のアームレストについてなんですけれども、私は以前動画でも紹介しましたが、シェアスタイルさんのアームレストを使用しています。このアームレストは価格といい、サイズ感といい、すごくよくできた製品なんですけれども、一点難があるとしたら、アームレストの蓋の部分が開けた時に手を離してしまうと固定ができずに閉じてしまうんですね。それが一番の問題で、まあ、どうにかならないかなみたいなこともいろいろと考えてみました。そんな時に視聴者の方からアームレストの固定について独自で改造をしたものが完成をして、すごくいい出来栄えだったので、ぜひとも検証してみてほしいということでお話をいただきました。すごく軽い気持ちで私なんかでいいのかなと思いながらお受けしたんですけれども、これがなかなかすごくいい出来栄えで、ぜひとも動画の方で紹介させていただきたいと思いました。そのアームレストがこちらになります。どうでしょうか。蓋を開けても、その開けた位置でしっかりと固定されていて、これなら中の荷物を出す時に蓋がパタンと閉まってしまってイライラすることもないんじゃないかなっていうふうに思います。すごくよくできてますよね。どの位置に角度を決めてもしっかりとその位置をキープしてくれるので、理想的な仕様になっていると思います。アームレストのパッドの部分をスライドさせても、しっかりと同じように開けた位置をキープしてくれます。このからくりなんですけれども、本来あるヒンジの部分をトルクヒンジというものに交換することによって、この開いた位置が固定されることを可能にしています。こうやって見ると結構簡単に自分でもできそうだなっていうふうに思えるんですけれども、実はこの後この改造方法などは画像にて解説をさせていただくんですけれども、なかなか非常に凝った作りで、正直私にはちょっと難しすぎるなっていうふうに思いました。またこのヒンジに変えることによって、もともともう一点気になる点があったんですけれども、蓋が左右にガタつくっていう部分も結構気になってたんですけれども、このトルクヒンジに変えることによってその左右のガタつきも抑えられていて、まさにこう不満点が全て解決してしまうという一石二鳥な改造となっています。またヒンジ以外にもこの方は手を加えていて、中にちょっとしたレールっぽいものをつけて、さらにこのマツダのコイントレーを改造してアームレストの中に収納するように改造もされています。
このコイントレイは一見何でもないマツダの純正のパーツをそのまんま用意したかと思うんですけれども、実はそうではなくて、このサイズがちょっと元々のサイズが大きかったようなので、これもこのアームレストの中のサイズにぴったり合うように、少しっていうかものすごく手の込んだ改造をされています。このヒンジとこのコイントレイ、この2つだけを見てもものすごくこだわりが見えますよね。すごく時間も手間暇がすごくかかってるだけじゃなくて、あとパーツ代とかも結構かかってるんですよね。まさに趣味の領域というよりも、もう職人の域っていうか、もうこだわりが強すぎてちょっと引いてしまうというか、すごいですよね。そしてこの方からいただいた画像をスライドショー形式にして紹介させていただきます。画像1枚につき2秒になっていますので、その都度一時停止をしていただいて確認していただければと思います。ただ正直言って、最初のうちはちょっと興味深く見てたんですけれども、途中からもうちょっとこれ自分では無理だなみたいな感じでついていけなくなって、もうただただため息が出るだけの改造方法なんで、最後の方ではもう自分がこれを真似て改造しようっていう気が全くなくなりました。ものすごくこだわりがすごいですね。手間がかかりすぎだし、細部にもこだわりがあって、ものすごく時間もかかっていますね。これは部品代、あと道具代、その他諸々がすごくやっぱりコストがかかってるので、道具一式を揃えて部品も揃えてだと、このアームレストがもう一個買えるとまではいかないんでしょうけれども、なかなかいい値段になってるんじゃないかなっていうふうに思います。今回使用したパーツとか工具は概要欄の方に URL とともに貼り付けておきますので、合わせてご確認いただければと思います。こちらの情報も含めて画像なんかも全部で164枚ほど送っていただいてるんですけれども、それだけでもすごい労力だと思います。これだけ細かい作業をしながら写真を撮って、でまた画像にもテキストを入れたりとか、いろいろ使ったもののリストを作ってもらったりとか、あとはそれ以外にもいろいろ解説などもしていただいて、すごく勉強になりました。残念ながら私にはここまでやる技術とか記録もないんで、ただただ感心するだけなんですけれども、こういった工作が好きな方にはちょっと挑戦してみようかなっていうふうに思ってもらえれば、この作られた方も喜んでくれるんじゃないかなっていうふうに思います。
最後に一応この方はもう一台、まあ、趣味としてというか、まあ自分の興味本位でもう一台作っているそうなんですね。それをヤフーオークションに出品してどなたかにお譲りしたいという感じで考えられているようです。概要欄の方にオークション ID の URL を貼り付けておきますので、興味のある方はこの動画が公開されてから1週間後ぐらいをめどに出品されるようなので、ご興味のある方は一度概要欄の URL からご確認いただければと思います。これを見れば詳しく解説されているので作れないことはないのでしょうけれども、正直趣味の工作としてはかなりレベルの高いものになっていると思うので、ぜひ欲しいと思った方はそのオークションで落札するっていうのもありなんじゃないかなっていうふうに思いました。以上、参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。